こんにちは、サラです。本日の動画は今の髪の毛の私の状態どうなってるのっていうのをお見せしたいのと、あと1点、今までの美容室どうしてましたかっていう質問が結構多いので、今回は今まで私がね髪の毛を切るときどういう風にしていたかっていうのも含めお話ししていこうかなと思います。では早速頭皮の状態からお見せしたいと思うんですけど、こちらのウィッグ、ピンクエイジさんの以前紹介した手上のウィッグになります。で、毛先がね結構チリチリしてきて絡まってきたので、セルフでねカットしました。本当に切りっぱなしみたいな感じでパッツンとカットして、まあ外に出るときはこう内巻きにしたりとか外羽にしたりとかアレンジして使用しています。では早速お見せしたいのでウィッグを外していきます。多分最近あんまり頭皮の状態お見せしてなかったと思うので、月に1回ぐらいを目安にこれから紹介できたらいいかなと思ってます。で、最近はこちらのウィッグを使うときはネットをこういうなんていうの、肌色っぽいものを使用しています。まあ、本当はネットじゃなくてインナーキャップが欲しいんですけど、今どれがいいかいろいろ見て探している感じになります。はい、では髪の毛の状態こんな感じです。ちょっと跡がついちゃってるんですけど、こんな感じでまだまだ全然薄毛です。まあ今病院の治療もしてなくって、本当に以前紹介したリントアスカルプローションとシャンプーを使用しているだけで、まあ、飲み薬とかは全く飲んでいない状態なので、まあ徐々に効果が出てきてくれたらいいかなという感じです。薄毛をね治すことにはあんまり私こだわってなくって、どちらかというと今はもういろいろウィッグを使って楽しんでいるという感じになります。そして何度か動画でもお話ししてるんですけど、最近部分ウィッグだとちょっと不安になってきてしまってるので、ここ1ヶ月ぐらいは毎日フルウィッグを使って生活しています。結構髪の毛坊主にした方が楽じゃないとかそういうコメントをいただくんですけど、絶対その方が楽なんですよ。だけど私自身部分ウィッグのショップを持っているので、いろいろサンプルを試したりとか、やっぱり仕事上行っていかないといけないので、坊主にしてしまうとねそれができなくなってしまうので、今はそのままの状態で生活しています。で、今後フルウィッグとかいろいろ出せたらいいなと思っているので、皆様それまで楽しみに待っていただけたらなと思います。はい、では私が今まで美容室どんな風にしていたかっていう話をしていきたいんですけど、実はね脱毛症になったのが小学校5年生の時なんですけど、その時に美容室に行った時に円形脱毛症がね後ろにポツンと1個できていたんですけど、それをね担当してくれた美容師さんに、なんでこっち自分で切ったのみたいな感じでちょっと言われちゃって、それから美容室がトラウマというかちょっと怖くなっちゃってあんまり行かなかったんですね。だけどやっぱり脱毛症があるから、その時はもう治すことにとっても力を入れてたので、髪の毛が長くなってしまうとその重さで髪の毛が引っ張られてしまって根元に負担がかかって脱毛症には良くないっていうことを聞いていたので、もうとにかくショートカットにずっとしていたんですね。まあ 2,3 ヶ月に1回くらいは美容室に行っていたんですけど、私が美容室を行くとき選ぶときの条件っていうのはシャンプーがないっていうこと、もう本当にカットのみでパパッと終われるところを選んでたんですよ。で、なんでかっていうと、まず美容室って髪の毛に注目されるところじゃないですか。だからなるべく長い時間は痛くないっていう、プラスあとシャンプーをしてしまうと髪の毛が濡れた状態になるじゃないですか。まあ、シャンプー台から頭にタオルを巻いてまた席まで移動してドライヤーで乾かすっていう感じになると思うんですけど、その移動するまではタオルをかぶってるからいいけど、ドライヤーで乾かす時にこのタオルをパッて取った時に髪の毛が濡れている状態だと地肌がよりこう見えちゃうっていうのがすごい嫌で、まあ、美容師さんに見られるのももちろん嫌だし、周りの他に来ているお客さんに見られるのもとっても嫌だったので、もう本当にシャンプーがないところっていうのをずっと選んでいました。で、それから、まあ、20歳ぐらいの時にウィッグをかぶり始めたんですけど、ウィッグをかぶってからは実は美容室は2回しか行ってません。で、まず2回行ったこのそれぞれの内容についてちょっと話していきたいんですけど、まず1回目行った時はちょっとご縁がありまして、大型ショッピングモールのウィッグ屋さんに一度フラッと入ったことがあったんですよ。で、その時に、まあ、一人の女性の店員さんの方が対応してくれたんですけど、私実はウィッグなんですっていう話をして、まあ、いろいろ話しているうちにウ
ウィッグのカットはどうしてるのっていう風に聞かれたんですね。で、実はウィッグをつけてから一度も美容室に行けてなくて、やっぱり個室じゃないと嫌だし、事情を知ってる美容師さんじゃないと嫌だし、なかなか探すのに手こずっててっていう話をしたら、この店員さんが実は美容師免許を持っていて、で、そこの店舗とは別に自分の美容室を持っているっていうことで、よかったらこっちで切っていいよみたいな感じで声をかけてくれて、で、当時学生だったっていうこともあって、全然私お金がなかったので、そういうことも相談してたら、私が出せる分の最大の金額3000円でカットしていただきました。で、その美容室も美容室の中にちゃんと個室があってっていうところだったんですけど、私が行った時はもうお客さん誰もいなくて、その美容師さんと私の2人だけプラス個室で対応してくれて、とってもとっても親切な方にカットしていただきました。そして2回目行った時の話なんですけど、これはもう何年か前に YouTube に上げているんですけど、私のね、大事なお気に入りの部分ウィッグを間違えて洗濯しちゃったんですよ。でも使えないマリモみたいな状態になっちゃって、で、その前に使っていたウィッグがあったんですけど、このウィッグはさっき話した美容師さんにカットしてもらったものになるので、地毛よりも本当にこう短くって、切りっぱなしみたいな感じのヘアスタイルだったので、もうこれしかなくて、どうしても明日も仕事だから今日美容室に行かないといけないっていうことになって、もういろんなところに電話して探して探して探して、やっと見つけたウィッグ OK の個室があるところだったんですね。で、やっぱり個室ってなるとプラス料金だとか、あとウィッグがカットできる美容師さんってなると限られてくるから、それも指名っていうことになって、それもプラス料金がかかっちゃうって感じだったので、その美容室さんも美容師さんもとってもいいところだったんですけど、やっぱり料金がね、1万円近くしちゃいました。でもなかなかこうウィッグを一緒にカットしてくれて、かつ個室っていう美容室って本当に少ないので、もうこの時は今でも本当にその日に見つかってよかったなっていう感じで、とても感謝しています。これがね、私の美容室事情なんですけど、皆さんはどうしていますでしょうか？よかったらね、脱毛症の方だったりとか、脱毛症でウィッグを使用している方の美容室事情も私とてもとても興味があるので、コメント欄で教えていただけたらなと思います。はい、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。